ここはハッピーアイランドのファーム学園。農林水産物の妖精たちが出荷を目指して日々勉強しています。みんなとっても個性的な生徒ばかり。さて今日は赤月ちゃんが美味しそうに牛乳を飲んでますね。聞いてくれたもん。よく聞いてくれましたもん。牛乳用の牛とお肉用の牛はそもそも牛の種類が違うもん。え、そうだったんだ。君たちは肉用牛？その通り。オラたち福島牛は平成30年度の全農肉牛枝肉奨励会で最優秀賞を受賞したんだもん。これはすごい賞だもん。ちなみに平成29年度でも全農肉牛枝肉奨励会で名誉賞最優秀賞を受賞したし、他にもいっぱい受賞したもん。日本一の栄誉だもん。福島牛はお肉そのものの美味しさももちろんだが、他の食材や調味料を加えることで料理全体の美味しさを引き出す肉としても知られているのだぞ。うまい米の育つところにうまい肉はありとも言われておるしな。へえ、そんなにすごい牛なら牛乳も美味しいんじゃないの？話聞いてた？聞いてたよ。すごく美味しい牛でしょ。牛乳絞らせてよ。福島を代表する牛といえば赤べこが有名ですが、近年では福島を代表するブランドとして福島牛が注目されています。福島牛は黒毛和牛と黒毛和牛の掛け合わせで生まれた牛のみ名乗ることができ、ジューシーで口の中で爽やかに溶ける絶品の霜降り肉が特徴となっています。また一頭一頭徹底した品質管理をし、安心して食べることができる福島牛のみが出荷されます。